皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。ビューティフルカーズの村上敦史です。伊藤です。じゃあ今日の動画はですね、このビューティフルカーズの純粋機、これのね、中身のフィルター交換の仕方をご紹介していきます。はい、じゃあ必要なものですね、ビューティフルカーズの交換用のイオン交換樹脂を買っていただくと、このね、これがまずね、イオン交換樹脂なんですよ。はい、なんかね、魚卵みたいなやつです。うん、そうですね。これが2袋ね、入ってきます。あと、交換の時に水切りに便利なので土のう袋、これも入ってます。これ入ってます。あと、その他にはハサミね、切るためのハサミ、あとは新聞紙みたいなのがあるとより便利、なくてもいいんですけど、そしてこれもなくてもいいんですけど、あると便利なのがこのね、タツール。そう、タツールですね。タツール、これはなんかね、ネットショップタツールって検索するとなんかアマゾンとかいろんなところで売ってますので、2000円くらいかな。まあ、なくてもいいです、あると便利です。はい、うちはこう2本使ってますけど、ちょうどね、今両方1とかちょっとなってるでしょ。ああ、そうですね。で、これ交換時期ってわけじゃなくて、この純粋機、こう水止めてると少しね、こう上がってくるんですよ。これ流すとね、流すよ。そうすると両方ゼロになりましたよね。なりましたね。うん、ちょっと止めてると中の圧の関係で純水と水道水が混ざっちゃうんで、上がってくるんですけど、まあ一旦ゼロになったら5分10分じゃ上がってこないので、洗車の際には、問題は起きないですと。で、見て分かる通り今まだ全然どっちも寿命じゃないです。で、うちは2本つけてるのはなぜかって言ったら、まあ、洗ってる最中にもしこっちがね1とか2の純水じゃなくなった時、まあ、予備としてもう1個あるから、その車は最後まで洗えるという意味で2個つけてます。で、まだゼロなんだけど、今回こっちをちょっともったいないけど、皆さんからリクエストが多いので、イオン交換樹脂を交換していきます。ただね、これあれですね、うちの店でね、これ普通に洗車にいっぱい使ってて、これ半月ぐらいね使ってるんで ね、結構そろそろ交換時期が来てもおかしくないかなという感じです。あれですか、結構、まあ、今で言えばまあ数日ぐらいのあれですけど、もっとやっぱり放置っていうか使われない、まあ1週間2週間ぐらい使わないお客さんとか結構多いじゃないですか。そうなった時はもっと数値が高い。ここがね、そうですね、そう、最初上がってると思うんですよ。そうですよね。そこで結構びっくりされる方多いですよね。そう、15とか今朝も最初15ぐらいだったからね。そうですよね。と思うけど、もう流すと下がりますから。で、これはね、こういうふうにね、出した状態で見てください。はい、で、見て OK だったらもう消していいですから。これの電源が入ってるから純粋ってわけではないですから。そうですね。で、測るときは流してるときに測って、流してるときに測って、ここは1とか2だともう純粋になってないよっていうことなので、交換してください。あと、その状態の水は拭き上げしないとシミになるので、そうですよね、ちゃんと拭いてあげてください。はい、はい、で、交換をしていきます。まず中のね、圧力がパンパンなんで、このまま抜くとね、大変な感じになるんで、蛇口を閉めて、まず水を入れなくなるまで、ね、このように圧が全部抜けるまで水を抜きます。はい、そしたらここを抜きます。ここも抜きます。こんな感じで持てますのでね、15キロぐらいです。めちゃくちゃ重くもないです。そしたら、よいしょ、一人でね、外れないんですけどね、してね、回らないようにして上を、大丈夫でした。ああ、大丈夫ですね。抜きます。だからあんまり締めなくても大丈夫です。うん、結構ね、もしきつい場合はこう2人でね、しっかり下持って。そうですね。中にやっぱ開かないっていう。そうだね。はい、結構ね、締めるときにちょっと不安だから、ギュッて締めると固まっちゃって外れにくくなるんで、締めるときね、本当ね、キュッと締めるぐらい。
大丈夫ですからね。で、こう回して抜きます。で、抜くときにグッて抜くと、この中に刺さってる部分がね、はい、そのイオン交換樹脂に引っかかって、抜けちゃったりするから、ゆすりながら。昔砂場でさ、砂遊びしてるとき、こう水でピチョピチョにして、こうピチョ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 ってやると、水がこう、何、砂が柔らかくなったら覚えてない？あー、確かに、そうかもしれないですね。なんでこう、ね、グッと抜かないで、こう抜くと、サラサラサラっと抜けるんで、ほら、上手に抜けたりしちゃう。おー、そうっすね。ね。で、あとね、ここにオーリング入ってるので、これ、これ、これ。これが大事なので、そうですよね、これも落とさないようにしてください。はい、でこの中の、中見て、このようにね、イオン交換樹脂と水がたっぷり入ってます。はい、入ってます。でこのイオン交換樹脂っていうのはね、すごいビーズみたいな丸い樹脂なんで、まあ、なんかすごいですよね。こぼしたりするとね、ツルツル滑ります、コロコロコロ。まあ、あんまこぼさないようにしてください。はい、で、この水とこれをドボドボと出すんですけど、なので土のを入れてます。土の袋を入れてます。誰かにこう持ってもらってやればいいんです、はい、うん、でちょっと一人でやるときはね、土の袋を竹用で担ぐってやりますけど、こういうふうにすごく便利ですよね、本当便利便利。これだから、まあ、元々が土の袋でさ、ドブさらいとかしてこう入れるときにさ、一人で大変だからさ、こういうのがあるんですけど、こういう感じにして、で、あとここにね、いいですか、これでね、こういう感じで出します。でね、全部出ないわけ。そうっすよね、だいぶ残るわけでしょ。そうなんですよね、手についたら取れないですよね、なかなか。で、これ、こんなぐらい、水をちょっとこのぐらいまで入れて、うん、混ぜば、して、で、出す。ね、まだありますよ。まだあるね。こんな感じで。そうですね、手すごいですよね。ね、まあ、なんか、ジャラジャラするの嫌な人は、ゴム手袋した方がいいかもしれない。うん、こうよくね、こうよく混ぜて、結構な運動ですよね。そう重くないですか？別にこれは全然大丈夫ですけどね。かっこいい。これ下の方純粋ですよね。そうだね、もったいないね、そうですね、今はね、はい、で、ちょっと中に、まあ、ちょっとくらい残っても何の問題もないんだけど、うん、なるべくどうですか。あ、そうですね、ほうほうほうね、いいね。そしたらね、ここにイオン交換樹脂ついてるとさ、ネジのところについてるとさ、ザリザリしちゃうからさ、はい、あ、まだこれ最後でいいの、入れた後ね、入れなきゃいけないんだもんね。入れなきゃいけないんだ。最初ちょっと新樹脂使わないで入れてみようかな。こういう風にしてね、ここら辺をこんな感じで切るね。はい、もうちょっと広めがいいかな。こんな感じで切るでしょ。あとここに押して、うまくいくかな、意外とうまくいくと思うんだよ。
あ、落ちたんだね。え、こぼれてないよね。はい、うん、ちょっとね、出が悪いんで、減ってくるとね、こんぐらい開けてもいいのよ。うん、中に入るから。そうっすよね。うん、あ、来てますね。いいね。あ、もうちょっと。え、落ちた？もうちょっとっすね。そうだよね。お、おーおーし、おいし。で、これで一袋で、もう一袋ある、ね、ちょっとこうね、中をね、鳴らして水入れてもいいですからね。これ水道水ですからね。全然いいですからね。どうせ水道水が入るわけだ。そうですよね。で、ちょっとこうね。よし。いや、いらないね、新聞ね。なんか濡れちゃうもんね。新聞をね、こう、上部みたいにね。こう。なんかこういうふうに。なんかこう、こうしてここにこう入れてもね。うん。楽だよって言おうと思ったんですけど。いらないね。濡れるもん。そうですね。ね。反対に上げてみるね。こっち、はい、逆側ですね。逆側でこうでしょ。はい、これも学習したん でここちょっと広げる。こんな感じで広げる。おお、ね、こっちも広げるか。こう、あんまこっちに広げるとね。そうですね、折れるからね。さあ、これでよいしょ、こうして、持ちやすいかなと思って、こっちの方が。最初出にくいね。最初ですね、やっぱり。最初出にくいんだよね。出にくいな。まあ、こういう面倒くささをなくした純粋機もね。ああ、いいっすね。放送はしてますから。そうっすね。放送は。ああ、早い、早い。早いね。で、ちょっと待って、そうそう。あと、いっぱいこい。いっぱいこい。ああ、あんまこぼすと良くないですけどね。環境に良くないですからね。悪いものが入ってるだけじゃないけど、この、うん、マイクロビーズが良くないってことね。あ、はい、小さいプラスチックの粒がこう海に流れていくと、うん、なんか、まあ、プラスチックってあの悪い物質を吸着しちゃうんだよね。ましてこれめっちゃ吸着するからね。まあ、なんか洗顔フォームのスクラブとかも入っても同じことなんだよね。うん、おいえー、おいえー、こんな感じね。綺麗な数の子ですね。飛び子。なんかお皿に乗ってたら、美味しそう。間違って食べちゃい、そうです。食べないよね。で、こうやって入れるでしょ。で、ここにさ、ついてるじゃん。はい、このままだとあのネジ入れた時に、ここネジ込む時に挟まっちゃうから、まあ、ここをこう洗い流すね。あれ流されたでしょ、はい、で、あとね、このまま差し込むとね、差し込まれないんですよ。そうですよね。硬い砂みたいになって、ね、そうですよね。ぐさってなるから、もう水を口まで入れてあげて、うん、自然にこの周りも洗ってさ、ね、その粉がついてる。で、こう入れてあげます。こんな感じで、はい、中見えますね。映ってる？小じこ上の方まで入ってるでしょ、うん、そうですね。あ、そしたら、この外したこれ入れますが、はい、ここら辺にもね、樹脂がついてるとね、うん、良くないんで、まあ、これあとメーターね、防水じゃないから、ここに水かけないようにしてね、ここ、はい、で、樹脂がついてない状態にしたら差し込みます。でね、ぐさっとやると入んないから、この辺から入んないから、うん、もうグググッと押し込むとあの先っぽ壊れちゃうんで、うん、まあ、抜くときと一緒でこうね、ゆすりながらこう、はあはあ、そうするとこうスススって入るから、はい、そしたらこう閉めてね、で、キュッと、これで大丈夫、出来上がりです。ですね。試しに
水を入れてみましょうか。はい、銀側入ってくる方、ああしまった、アウト側の方を交換しちゃったこっちの方から、ああそっかそっかそっか、もしかして俺すっげえもったいないことしたんね。ああなるほど逆だったね、失敗した。二段連結の、そうそうね、全く使われてないやつを、そうですね、どっちかといえば皆さんのためですか、そうですね、間違えちゃう、前の純粋機でインとアウトが反対なんで、ついつい反対やってしまう、最悪です。こういう感じでね、で、よいしょ、こういう感じで今1ってなってるけど流すと、あ、はい、ゼロですね、ゼロですということで純粋になりました。はい、あ、またこっちですね、こっちですね、はい、で、これね、あ、どうでしょう、これね、まあ、このように新品だから、もう一回入れようかなですね、はい、水しっかり切ってくださいと、うん、で、このままね、捨てるとこれ別に、これプラスチックなので各自治体のプラスチックゴミに出してください。で、このままこう入れるとね、ゴミ収集の人がね、なんか要はドブさらいしてこう砂とかそういう汚泥と間違っちゃうんですよ。そうですね、産業廃棄物みたいな話だからゴミに出せないんで持ってってくれない可能性があるけど、プラスチックゴミなんで別に捨てても大丈夫なんですよ、うん、なので、まあ、僕だったら秋田市の場合は家庭ゴミとプラスチックゴミ一緒なのでちっちゃくして家のゴミの中、真ん中辺とかに入れて出しちゃいます。で、外から見えないでしょ、うん、で、OK じゃないですか、はい、そうですね、ね、万が一、あとはじゃなかったらもう土の袋で水しっかり切ったら土の袋からなんか、まあ、普通にゴミ袋に移してもらえれば、まあ、なんかまぶされたゴミみたいになるんですよ、うん、で、捨てても大丈夫だと思います。で、プラスチックゴミなので各自治体のプラスチックゴミの処分方法に従って捨ててください。どうですか、何か質問とかは。そうですね、やっぱまあ地域によってそこのゴミの捨て方を教えてくださいとかって、うん、結構やっぱ問い合わせがあるので、うん、やっぱ本当その自治体に聞いてもらえればっていうところですね、うん、そう、ただね、その時にイオン交換樹脂って言うとわからないんで、うん、そうですね、いや、プラスチックゴミなんで、うん、あのプラスチックゴミのその自治体に聞くっていうよりかはプラスチックゴミの出し方に準じてください、うん、で、このまま出すと誤解を生むから、そうですよね、まま出さないってことですね、はい、というわけで、今日はこの純水器の中のイオン交換樹脂の交換の仕方をご紹介してきました。まあね、伊藤君これね、はい、どう、まあ、大変って言ったらそんなめちゃくちゃ大変じゃない。そうですね、やっぱまあ結構まあ問い合わせで本当イオン交換樹脂の交換の仕方とかってやっぱ多いんですけど、やっぱり今こう自分も生で見てると比較的簡単かなとは思うので、そうですね、まあ、年にね何回かの作業だと、うん、なんか紙パック掃除機のゴミを捨てて紙パック買えるぐらいなんかゴミ来てたと思いますので、で、これね、これさえやればもう炎天下でもね、うん、自由にみんな払えますので、あと純粋機ね、興味ある方は過去動画でね、この辺でどっかに出てるんじゃない、うん、純粋機について説明してる動画もありますのでぜひ、ね、皆さん純粋でウォータースポット知らずの、楽で綺麗な洗車をお楽しみください。はい、何かないですか、大丈夫ですか。そうですね、やっぱり今夏という暑さで、はい、水道水で洗車してるともう一瞬で乾いてしまうので、はい、それほど恐ろしいものはないので、うんうん、ぜひ純粋機の方をご購入されれば純粋で洗車ができるという美しい車作りができるので、ね、これね、うちの台車ですけどね、そうです、いつも純粋で洗ってるからこういうね、こういうところにもシミがないのよ、ほら、うん、こういうとこ普通ボツ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 シミがつくでしょ。そうですね、窓もね、この横のね、この窓とか
全然その、うろこ汚れみたいなのがつかないですからね。台車で、なかなかもう8ヶ月ぐらい経ちますけどね。まあ、8ヶ月経って綺麗ってことはね、もうずっと綺麗だから。確かにそうですね、こういうメッキもね、ほら、メッキの水にも全然ないし、ね、こういう風な、綺麗な状態を保ってますので、で皆さんね、定石もちょっとお試しください。ということで、今日の動画面白かった、参考になったという方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。またコメント欄もたくさんコメントお待ちしています。じゃあまた次の動画を楽しみにしてください。